はい、じゃあ小八小田チームが 1P 側を選択で、砂漠の民白ごまチームが 2P 側ですね。どうぞどうぞマイクを持っていただいてですね。はい、おう、あ、いや腰が痛くて俺よりおっさん臭いこと言ってるんじゃないよ。はい、入っても大丈夫ですよ。さあ、はい、2P 側が小八さんのキャサリン、 2P 側がそば、おい、白ごまで、おい、さあ水の選択、水、さあまたなんかこういやらしいキャラ隊が見えそうな気がしますねえ。水もだいぶ前に比べて強化されたという話は聞いてるんですけど、なかなか見ないあれかなっすよね。お、結構あれだ、ジャイン水玉で潰れていた、ね、どんどん降っていく。さあこのキャラに対してこう立ちガード、しゃがみガードが全く上がらないこれねーっていう。さあユーリスクレーム、逃げられたのもつかの間、大森ちゃんいい、どうしましょうねこれね、気がつくと体力が減ってるこれにはキャサリン使いの恩空さんも苦笑いいやもうここだーって 4D かますしかないんだろうけど、なんかその後滝くらいそうよね、多分割れて、おお、またシャボンが間に合うのね、あれ起き上がりは立ちガード、アドバンシングするもステップジャンプ、ジャインが飛んでくる、しかしここでミスってしまう、落としてしまう、これはかなり痛いが、シーズをバースト、さあしっかり見ていた、さあミドグミサイル、ミサイル当てて無駄だもんねーと、まさにその通りといった感じのコナンジェリア、おお、シャボン玉ごとぶっ潰していった感じですけど、さあアドバンシングも粉置いといて、これが引っかかってしまう。はい、勝ったのは白ごまさんのアンジェですね。いやー恐ろしい、あれジャインに対して 4D したらどうなるんですかね、なんかちょっと気になりますけどねジャインエスカってるから多分フォロー効かないと思うんですよね。読めれば読めれば読めればあんだけの頻度だから1回ぐらい当たるだろうっていう透かしてその後 2A で拾えりゃいいんですけど、シャボンに引っかかっちゃうと残念な結果になりそう。うん、どうなんだろう、どうなんだろう、カラドボンオンボケン、さあさあでお次はコタさんのカムイと砂漠の民、ワキワキ、おーおー、ダッキングから入っていく、白パイル、ケちゃん今当たらないが、ここは地上から丸てる、しかし食らってしまう。ねえ、あれ当たっちゃうとマルテルン消えちゃうかんね、ダッキングアッパー、さらに白が乗っている、いてさあ、今ジャンプ投げバッタ読み、さらにコーラカルを浮かせよる、入れ替わってさらにクー投げ、総裁戦はさすがにジュニアに分があるが、さあ前が良くなかった、さあここはマルテルも気にしつつ河川浴で攻め込んでいくが、画面端マルテルこの状況から爆発して抜け出していく、おっとコールはできなくて息のエクリプス、あー使ってる、さらにファイルは取れない、ファイルは取れないのか、なるほど、ということで勝ったのは砂漠の民さん、白ごまさんチームですと。はーい、うん、じゃあ今日も決勝だな。
はい、今勝ちました砂漠の民さん白ゴマさんチーム、対するは新劇場版窓マギ10月26日ロードショーさん生命さんチームですと。はい、グッジャンケンポイ。さあどちらを選ぶ。あ、いいよで、どうぞどうぞと。はい、じゃんけんに勝った白ゴマさんが HP 側をどうぞどうぞということで、はい、まず先鋒戦はワンピー側が生命殺し、ツーピー側が白ゴマアンジェとなりましたと。アルカナの方はドロコが風、あ、いや風じゃね、花、アンジェの方は光だったかな、ちょっとみそびろびてしまいましたが、はい、まずはなんかフォトンかなんか打とうとしたが、めくっていくバーストをすぐに使って、まあ花ですからね、カウンターヒットからコンボをつなげていくドロコ、さらに役成立させて、ここアンジェが総裁から空投げ EF 込んでダメージは似たような感じになってきたかな、空対空当ててさらにフォトン巻いてもう一回フォトン当たる、おっとジャンシーが当たる、カウンターヒットその後に拾えず、もう一回ジャンシーカウンターヒット当てて、ドロッコがコンボを仕掛けていく、ワンツーで総裁を起こしてバーストをもう一回、早いもう溜まってんのか、おお、いい対空だったがコンボミス、総裁ドロップキックガクラウン、クッキーは間に合ったもののガードが間に合わず、ちょっとレバーガチャやりすぎちゃった感ですかね。さて第2ラウンドを鋭く突っ込んでくるアンジェ、コンボを決めて優勢締めからさらにもう一回フォトン、フォトン3つ目4つ目、おっと今度はミルドだったと相打ち、からゲートでくん投げアスカル、今度はクナギを決めていくのはドロシー、ここはブラストで拒否っていくアンジェ、ミルドが蹴り上げてバーストを使ったものの受け身狩りのクナギを追い打ちをミスってしまうが、その後拾ってカットの白ゴマさんのアンジェ、はい、続きまして大将戦、ワンピー側の方が新劇場版窓巻き10月26日ロードショーさんのより行こう、スーピー側の方は砂漠の民さんのゼニア、さて首をかしげております砂漠の民さんですが大丈夫ですかね、はい、ヨリコの方は先ほどと同じゴッドフリーと対するゼニアの方は引きですね、これも先ほどと同じでございます、まずはカウンターヒットを取っていくゼニア、いてぞこれ、さらに対空が間に合わずまたコンボを食らってしまうヨリコ、グリップスレシーメントで総裁カウンターヒットするもこれはさすがにコンボできず、こんなヨリコは 4D から避けてとりあえず三角式成功する前にタールチャー出てく、派生を出して昇竜潰してまずはゼニアが一気に持ってった感じですね、第2ラウンド総裁を制してバーストを使っていくヨリコをまたしてもカウンター白、最後はエクリプス空中イディナーは使っていくが立ち上げて今度はごぼう制成功、突進をもろに食らってしまう、5点勝引っかかる、しかし突進を最後食らってしまったところでヨリコのゲージが切れる、 4-2 に西噛み合って、はい、
あっちゅう間の出来事でした。何をしてるということで、本日の優勝は砂漠の民さん、白ごまさんチームです。おめでとうございます。わー、はい、ということでですね、7月も始まりました。暑いですけれども、これからも毎週続けていきます。金レジャー、本日はどうも皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。はーい。